こんにちは。今日もセクシーにセトセイラです。鼻かい見てください。こちらじゃん、お皿、お皿、これはね、おむすび専用のお皿、この度手に入れました。イエーイって方だけない、すごいの。これね、笹の葉をイメージして作られたお皿なんだけど、なんとですね、陶芸家の雪顔さんという方に作っていただきました。嬉しい。私ずっとおむすび専用のお皿が欲しくって、でおむすびを乗せるお皿は葉っぱのお皿がいいと思ってたんだよね。まあ、普通の葉っぱというよりもちょっと茶色っぽい、あの緑とかじゃなくて茶色っぽい、なんか葉っぱをモチーフにしたお皿がいいなって思っていて、で雪顔さんに相談して笹の葉のお皿すごい作っていた。めちゃくちゃ可愛い。もう色もすっごいいいでしょ。これを今日は使っておむすびが乗った姿で見たいと思います。超嬉しい。もう本当にずっと欲しかったんだよね。サイズもすごい最高です。というわけで作っていきたいと思います。やば、新米すごいっすね。新米なので水はおむすび用ということもあり少し少なめで、なんと 0.5 も減らしてます。炊き上がったら保温はせずによく切るように混ぜて天地をひっくり返し熱を取ります。おむすびを作っていきたいと思います。ちょっと髪の毛もそぼうかな。美味しい宮城県産の美味しい美味しい一目惚れの新米を使っておむすびを作っていきたいと思います。私の大好きな熊本県の牛島水産さんから出ているおむすびという海苔です。もうこれ本当にね、私今まで食べた海苔の中で一番好き。海苔もね、もう本当にピンキリですからね。やっぱり高い海苔はちょっとお値段がそれなりにしてしまうから毎回はちょっとね食べれないんだけど、だって1枚100円とかするからね。もうすごいいい匂い、海苔いい匂い、もう本当に好き。やっぱりね、おむすび来るんだったら素材ですね。シンプルな食材だからこそ美味しい素材で作ると本当に美味しい。で、私今日ご紹介したいのこちら、ジャンソンジャンというネギと生姜の万能調味料。これ知ってる？これさ、すっごい美味しくてびっくりするぐらい美味しい。あの生姜好きな人はたまらない。そんなにね、なんか大したものは入ってないんですよ。あの油と生姜とネギ油だけなんだけど、もうね、これだけでご飯何杯も進んじゃうぐらい本当にすっごい美味しい。というわけで今日はこの万能調味料を使って作っていきたいと思います。これね、業務用スーパーとかにも売ってるので、近くに業務用スーパーがある方は見てみてください。で、業務用スーパー近くにないぞっていう方は下にリンク貼ってるので、ちょっとアマゾンとかでも購入できるのでチェックしてみてください。これね、本当にねびっくりした。私こういう万能調味料系でこんな美味しいことあるぐらい感動することあんまないのね。これはね、めちゃくちゃ美味しい。美味しそう。これもう匂いからすごいの。もう生姜好きたまんないから本当にこれ食べてほしい。ジャンツォンジャンね。この辺にちょっと写真静止画で載せておきます。本当に美味しいからこれ。もうこんな、こう油にこう生姜がすっごいたっぷり入ってて、こんな美味しいことあるぐらい美味しいです。で、今日はおむすびにこれを使っていきたいので、鰹節ですね。これ普通の鰹節です。鰹節にこのジャンツォンジャン、合ってる？をあえて具材として使っていきたいと思います。いや、これね、もう信じられないぐらいご飯に合うからね、本当に。この動画を見てる全員に食べてほしい。ポイントは、結構、もうね、本当におかかに
混ぜてる感じ。油分が多くて結構いっぱい入れすぎると汁気が入っちゃうんだけど、あんまべちゃべちゃにならないように、いい感じに鰹節が汁気を吸ってくれるくらいの分量がおすすめです。やばい、よだれ止まんないもん今。しっかりとお塩を振って、うわー、いやこれ最高でしょ、どう考えて。できた。これね、もう多分やばいと思う、美味しすぎて腰抜けると思う。この距離でもうね、お腹ググってなりそう。食べていきたいと思います。うん、まっ、もうね、毎日これでもいいぐらいマジで美味しい。え、もうごちそう、え、本当にごちそう、おいしすぎる。時が止まった。え、おいしすぎる、おいしすぎる、おいしすぎる。うーん、これ本当に食べてほしい。ぜひ皆さんも食べてみてください。いや、おいしすぎる、震える。もうなんかこれを越すレシピ出てこないんじゃないかって思う、本当に。瀬戸せいろでした。バイバイ。みなみなみ様、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。